打个譬如啦，好似大家都熟悉嘅 3D 肉蒲团其中嘅一位 AV 女优 Saori Hara， 直接到佢退休嗰一日，连佢嘅朋友都联络唔到佢，就好似人间蒸发咁啦。おはようございます。台本が実は今朝いただきましてですね、初のドラマものなんですけど緊張しています。セリフがいっぱいあるからなんか覚えられるかなっていうあれプラスなんかこう専門用語的なのがあるので、しかもあの2冊バージョンがあって、で原先生の方はなんかそれをさぞ知ってるかのように言わなきゃいけないので、どうしました？あの、鴨本さん、すみません。僕、明日手術なんで。